日本アルプスに囲まれた信州長野この地に300体を超える仏像を生み出した運慶もびっくりの仏師がいるというあ、こんにちはその人物とはあ、私です熟練の職人かと思いきや現れたのは独特の雰囲気をまとう宮沢大くん16歳アジアンテイストの極彩色のファッションを好み ヘアスタイルは仏像マニアの三浦純さんを意識していいるという高校2年生だ仮に生まれてすぐ作り始めたとしても20日に1体のペースで作り続けなければ300体もの仏像は作れないのだがこちらにあるのが、えー、私が今までにお作りしてきた仏像の数々ですね。 千の手と目で一切の衆生を救う千手観音や。頭上に十一の顔を持ち、すべての方向を見守る十一面観音。指先や手に持つ地物など、細部にも一切の妥協を許さないという。仏像っていうのは、本当に祈りの形でして。まあ、いろんな人の。お祈りを。 受け止める、まあ、よりどころとなる存在ですので、やっぱ手抜いて作るってわけにはいかないですね。仏像といえば木彫りのイメージだが、大河君の手法はそれとは異なる。これはなんか、え自分がいつも使っている。10年以上愛用している粘土ですね、石粉粘土です。奈良時代には盛んに行われていたという粘土による仏像作りだ。 太賀君は石の粉を原材料とした石粉粘土に水をなじませながらかたどっていく今作っているのは如来の頭の部分ぶっ黙々と作り続ける大河君の周りには見本となる写真などはないいっぱい今まででねいろんな仏さんところに会、まあ、愛にお参りしに行ってるので。 何々如来と言われるとその如来様のお姿が浮かぶくらいに好きってことですかね <laughs> 2時間ほどで完成した仏塔福々しい耳最も難しいという目元は粘土を幾重にも重ねふっくらと仕上げた大く君は作った仏像を祀るための場所も家の中に自作。 本堂と名付け毎朝「半夜心経を唱えてお勤めをしている一日で完成するものから手の込んだものでは2週間以上かかるものもあるという作品の数々先月長野県内の博物館で開かれた個展では不動明王像や千手観音像など30の作品を展示した。 新型コロナウイルスが猛威を振るう中疫病退散無病息災の思いを込めて作ったという最新作もあった薬師三尊です薬師というのは薬の師ですのでお医者さん薬師如来っていうのは自分たち生きてる人間のどんな悩みも苦しみも不安も受け入れてそしてまた癒してくださるっていう仏様なのでちょうど今こそ。 ぴったりな仏さんだと思い、まあ、お作りしました普段は制服を着て学校に通う大くん。好きな科目は美術と国語体を動かすのは大嫌いだ独自の感性を持つ息子を母親の智美さんはずっと大事に見守ってきた 小麦アレルギーと卵のアレルギーでこういうすごい食べれないものが多くてしかもショックを起こしちゃうぐらいだったからそのアレルギーの心配の方が大きすぎてだからともかく安全に生きててくれればいいっていうそれだけで来ちゃったらなななんかかいいつのの間にかこんな面白い変なのになっちゃう、うん、<laughs> とはいえ実は物心つく前から面白い赤ちゃんだったそうで。 変わり者、変態変わり者。まだ言ってる。間違いなく。<laughs> だってさ、2歳や3歳でお墓見てキャーキャー騒ぐもいる。2、うん、歳<す>じゃん。<laughs> 2>, 2歳じゃない。生まれて6ヶ月の時、<laughs> チャイルドシートに乗りながら墓見てたもんね。んね <laughs> お墓？それはまたどういう？ まあ自分は本当最初お墓が好きな変な子供でしてでそしたらあのお母さんのお友達が「そんな面白い子いるんだったらなんかあのこういうの好きなんじゃないか」って言われて仏像の本をプレゼントしてくれたんですねでそして「千手観音」の写真見た時にものすごい衝撃を受けて何なんだろうこれはすごいかっこいいなって思ってもうそこでもう,もうズキュンともうここに。 千手観音の写真にズキーンとなった三歳児。その愛が見るだけでなく作る情熱へと変わるのにそれほど時間はかからなかった。これが自分がその幼稚園の時に作ったという私のその初上作になりますね。五歳の時に作った仏像、十一面観音をイメージしたそうだ。 勉強のために全国の仏像を見て回るのが今一番楽しいという大賀くん時間を見つけては自宅近くの善光寺にも足を運ぶ本物の仏像を目の前にするとつい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 本当に金網にへばりついてこうって見ちゃいますね善光寺の宿坊である釈迦堂世尊院は大賀くんのお気に入り お釈迦様が死を迎えた時の姿を表した涅槃釈迦涅槃像が祀られている。あのやっぱり自分はその仏像を見るときにあの絵紋といったの衣のの皺を結構見るんですね。まあこうやって横になっていらっしゃるので下にこうやって流れるんですけどそれが本当自然に表現されてってすごい仏師の技が光ってるなって思って自分もあんなのできたらなって本当思いますね。 大人,大人気だね <laughs> 先月行われたトークショー地元のテレビや新聞で取り上げられることも増え大河くんはちょっとした有名人だ <noise> 仏像の持ち物としても使われるホラ貝を吹きながらの登場仏像というのは、まあ、お釈迦様の、えー、教えを形に表したものでして、まあ、その多彩な教えを多彩な姿で。 表現されてるんですけどオーラーがあるというかなんか仏像だけじゃなくてこの大学に救いを求めてるような,なんかそんなのを感じましたまるで我が子を見守るように大学の話を聞いていたのは最初に仏像を作った時の幼稚園の先生だきなったそうだよ、ね、立派に あそうですね作っててびっくりしましたもうなんかみんなね壊しちゃうんだけどもう大丈夫飾っとこうって言って1週間ぐらい部屋に飾ってたぐらい <laughs> 高校卒業後仏師に弟子入りするか大学に進み仏教と美術を学ぶかで迷っている大く君自分の作品が多くの人から手を合わせてもらえる日を夢見て今はひたすら作り続けている まあ幼稚園の頃から変わらない自分の願いでもありますね仏師になるっていうのは人々の祈りのよりどころとなる仏さんを作っていけたらいいなって、まあ、今ではそう思ってます。